はい、どうも、池です。今日は10月23日、上野学園ホール、広島デイワンのライブ、簡易版だよーん。というわけで、簡易版のレポートやっていきたいと思います。いや、今日めちゃめちゃ良かったです、マジで。このツアーで一番良かったんじゃないかなってぐらい良かったですね。龍一の声の調子は相変わらずではあったんですけど、やっぱりどうしても調子悪いのもあったんですが、まあ、結構ね、それ以外の部分でそれを挽回するくらい、いろいろといい場面や、いろいろ感じるものがありましたね。すごく、今日は満足です。そして、レア曲一番テンション上がった、今回は。はい。またここはちょっとネタバレになるんで、ちゃんとしたライブレポートで話をしたいと思います。はい。というわけで今日はここまで。バイバイ。